はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイター塾長の細井です。さて今日はですね、都内の私立大学も結構ね動画が出てきてくれて、いろんな先生がね出てきてくれてるんですけども、今回は順天堂大学医学部の A 先生に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。はーい、今回はねちょっとプライバシー配慮して、順天堂大学ちょっとねその辺うるさそうかなと勝手なですよ、僕の勝手なイメージなんですけども、結構ちょっとねブランドイメージ気にする大学かなというところがあったので、プライバシー配慮して逆にその分深いところも聞かせていただければいいかなと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、まずは順天堂大学医学部の生活についてちょっと聞いていきたいんですけれども、僕らよく聞いてるんですね、勉強、部活、遊び、バイト、総合で10としてどういう比率になるかな。 A 先生の場合でいいんですけども、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。僕の場合ですと勉強が1で残りが全部3ですね。あ、なるほど、1333と、はい、先生ちょっと真面目そうに見えるんですけど1なんですか。正直試験前だけ勉強すれば通るので、なるほど、試験前だけ数日間と詰め込んで、あとはずっと好きなことやって過ごしてます。なるほどね、試験前だけ10000になるみたいな。試験前だけ5302みたいな感じですかね。至って10にはならないわけですね、そこはもう譲らない。あ、まあ強いて言えばよっぽど真剣に関わるような大きな試験の前だと頑張ってで自由に行くか行かないかぐらいですかね。なるほどなるほど。じゃあまあそこはまあ他の医学部とそんな変わらないというか、あんまりその勉強ずっと重きを置かなければいけないような大学ではない。そうですね、緩いと言ってもいいんですかそれは。試験が大学が過去問を公開してくれていて、過去問には問題だけじゃなくて回答解説も作文者が書いたものがついているので、なのでそれを参考にしつつ勉強していけば、よっぽどのことがなければ通るだろうという見立てでみんなやってます。なるほど、そこに結構手厚いですね。他の大学って結構学生が答え作ったりするんですよ。先輩が作って後輩に引き継いだりとか、そして自分の代のものは試験対策委員が作って後輩に引き継いだりするんですけど、大学側がちゃんと回答を作ってくれるということなんですか。そうですね、順天堂大学そもそも試験対策委員が存在しないのでなるほどね。じゃあ大学側のサポートは結構厚いと。そうですね。ああ素晴らしいですね。進級率ですね、聞きたいところなんですけども、例えば今何年生かは言えないと思うんですけど、今の学年までで何パーセントぐらい1年生からお亡くなりになってしまったでしょうか。大体全体的に見てでも留年する人が2人いるかいないかぐらいなので、基本的にはもう留年しないですね。なるほど、じゃあ相当やらかさない限りは大丈夫かな。そうですね、よっぽどのことがないと大丈夫です。え、それはちゃんと追試を設けてくれたりとか。追試があって、その後で最終的な進級の判定が教授会で行われるのでまあその試験何個最初も通んなかったかっていう明確な基準が設けられております。なるほどね。ということは例えば2個3個ちょっと追試引っかかってて、そのうち1個ぐらいちょっと追試も危うかったけれど、そこだったりとか態度だったりとかも総合的に含めて進級させてあげようかなという温情のようなものもあるよっていうことなんですかね。そうですね、取り切れなかった場合その翌年の分の本試を下の学年と一緒に受けるという形を取ったりして監修していくという方針です。なるほど、じゃあ結構試験に対しては大学側がまあちゃんと準備をしてくれて通してくれてというか、当たり前ですけどさっきも言った通り教授会とかで、まあ、そこまで厳しくは落とそうっていうつもりはあまり意図は感じないってことなんですかね。そうですね、そもそも大学自身がもう6年間で卒業させようというような感覚があるので。素晴らしいですね。逆にそれなのに順天って国家試験めっちゃ通るじゃないですか。これなんかちょっとパラドックスに感じちゃうんですけど。あ、6年生になると皆さん勉強をすごいしていて、はい、というのも6年生だけグループ学習室みたいなものがもう1年間部屋がのメンバーが決まった状態で貸し出され、はい、通称勉強部屋というふうに言われているんですけども、はい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 、もう6年生になったら基本的にはもうそこにこもってずっと勉強していると。へえ、実習も早めに終わってってことなんですかね。ボディクリは6年生の6月ぐらいまで、はいはいはい、でなのでまあその後夏休み明けから卒業試験が始まって、その卒業試験で結構こってりと先輩みんな絞られているので。なるほどなるほどなるほど、なるほど。卒業試験ねが厳しいとかってどの大学でもそんなね変わらないと思うんですよ。だけれども順位
で並べた時に順天って大体上位にいると思うんですね。落ちて1人とか2人、 98%99%、 かなり本当に優秀な成績をずっと歴代叩いてると思うんですけど、これってなんかからくりがあるのかなってやっぱ多大からすると思っちゃうんですけど、あ、卒業留年もほとんどいなくて、なのでもう本当にひたすら勉強して受かっていくというスタイルです。まあ、大学の試験が有料というか、ちゃんと国家試験に受かる子を集められてるってことですよね、結果的に。その試験も学内試験はほとんどが5択の問題になっていて、国家試験にもうかなり寄せて作られているので。なるほど。なので、まあ、その国家試験をかなり先生方は意識して作っているとは聞いているので。確かにね、それは大きいですね。結構やっぱ医学部の試験って教授のエゴみたいな試験をね、結構 2,3 年生の間って受けさせられたりするんですけど、そこら辺はかなり効率的に学内の試験から組まれてる感じはするってことなんですかね。そうですね。あと、まあ、教授もエゴみたいな問題を作ったところで、結局その回答解説書かないといけないっていうのもあるので、やっぱりそういうところもあるんじゃないですかね。なるほど。これは各大学の先生方よく聞いた方がいいかもしれないですね。あ、なるほどね。国家試験の合格率の高さ素晴らしいと思いますよね。ちょっと今カンニングしますけど、順天はめちゃくちゃ高いんですよね。前回の国家試験も順天堂大学は2位、 98.4% ですね。ちょっと前の動画で岩手医大さんとかが出てくださったんですけど、 74% みたいな。このギャップやばしね。けど高いですね。だからやっぱりね、それなりの理由が絶対あるはずなんですよ。やっぱりこう例年ずっと合格率が高いっていうのはまぐれじゃないはずで、やっぱり何かしらこういいシステムが回ってるんだと思うんですよね。あと高学年になると、成績下位10名に対してかなり手厚い、補習というわけではないんですけど、手厚い面倒見がいいと言いますか、まあ、そういった指導があるというふうに聞いておりますので。なるほど。まあ、基本的にその下位10名に入ってしまうと、そこでめちゃくちゃ勉強して伸びて、逆に国家試験に落ちやすいと言われているのが、ギリギリそこに入らなかった人たちとも言われていて。なるほど。下20ぐらいが一番あるかもしれない。そうですね。あと大学にそもそも国家試験は落ちるものじゃないっていうような風土も、これだけ毎年好成績を叩いていると出てくるので。そうですね。なのでもうみんな本当にもう落ちないようにひたすら勉強していますね。まあ、うちの大学でもそうでしたけど、ちょっと落ちたらヤバい人みたいなね、もうそれぐらいの、まあ、先輩からの圧力というか受けてますよね。先輩からというよりかは、まあ、大学であったり、そもそもそういうもう落ちるものじゃないという雰囲気がもう根付いているので。そうですね。9割受かるわけですから、普通にやってれば受かるでしょっていう感覚っていうのは、やっぱりまあある程度、ある一定のね、割合では根付いてますよね。そうですね。なるほど。じゃあ次なんですけども、国家試験はね、ほんと素晴らしいと思うんですが、やっぱり順天堂っていうと1年目寮っていうのはやっぱりみんな受験生の方々気になってるところだと思うんですよ。どこですか、千葉の平成市水っていう駅が最寄りなんですけども、住所は一応印西市というところに。千葉ニュータウンとかある場所です。そうですね。はいはい、まあ、成田空港のちょっと東京寄りかなというところです。僕も千葉出身なんでね、あれなんですけど、まあ印西って特に何もないところですよね。そうですね。大学の周りに田んぼしかなくて、はい、その田んぼの中にちょっと高台みたいな山があって、その上に大学が1年目の場所が違う大学ってね、やっぱあって、はい、で、まあ慶応だったら日吉ですね。で、慈恵だったらまあ国領で、日中は今ね、また場所変わりましたけども、で、順天は止水と、そんなにね、東京から遠くない、簡単に帰れる場所なんで、そこまで負担はないと思うんですが、やっぱりそこに対してちょっと不安だなって思う方もいらっしゃると思うんですけども、どうですか、寮生活は。最初行くときはすごいやっぱり緊張もしたんですけど、はい、まあ、行ったか行ったでめちゃめちゃ楽しくて基本的に代々と言われているのが、ワンシリオでは1年間寮に入って出ていく頃には飛ばしてくださるがめちゃめちゃ上手くなると。なるほどなるほどなるほど。もうそれでヒエラルキー決まりますはい、そうですね。実際寮生活っていうのは結構生活厳しいんですか。例えばその門限があったりとかっていうことなんですけど、その門限に関しては、ちょっとその男女ともに門限は定められているんですけれども、その門限を守らなきゃいけない度合いで言うと、女子の方が圧倒的に厳しくて。そうなんですか。女子はすごい門限が厳しい上に。ちなみに何時ですか。11時だったり。まあ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 、はいはい、現実的な時間ですね。部活は1年生の間はお茶の水の方まで行かなきゃいけないわけです、ね、部活によりけりで、例えば運動部だと大学にそもそもあまり練習場所がないので、まあ、浦安キャンパスだったりだとか、あとまあ東京都内のいろんな施設を借りて練習していることが多いので、まあ、基本的にはそちらの方に行くかなというところです、ね、なるほど。いや、だからその寮生活についてはやっぱりね、かなりこうブラックボックスというか、やっぱみんなわかんない。だから土日
金とかね、まあ、どうしてんだろうみたいな。まず月から金っていうのは当たり前ですけど、みんなで何人部屋ですか？これもちょっと複雑なんですけれども、男子寮では最小単位が2人部屋で、2人部屋で2段ベッドで、まあ、2人で寝ると、でその2人部屋が4セット集まった8人で1つの共用スペース、通称共スペというものが与えられて、共、はいはい、スペが2つくっついた計16人で1つの部屋とされています。5畳6畳ぐらいの部屋が2人に与えられて、2段ベッドで机があってっていう部屋がもらえるわけです、はい、でそれが4つ集まって共同スペースといって、テレビだったりソファーだったり、あと冷蔵庫とかトイレシャワーがくっついているような、まあ、リビングみたいなところが与えられます。なるほど。でそれが2つくっつくと1つの部屋が完成すると。なるほど。じゃあその16人を1部屋と呼ぶわけです。そうですね。なるほどなるほどなるほど。じゃあ基本的にその動くユニットとかいうか仲良くなるユニットは8人ぐらいのユニットなんですか、それとも16人なんですか？16ですね。うんうんうん。特にその16人の内訳というのが、まずスポーツ健康科学部と医学部が一緒に寮生活を送るんですけども、はいはいはい、その室長というのがスポーツ健康科学部の2年生にいまして、その2年生が1部屋に1人ずつ配属されて室長と呼ばれる。ほう、なるほど。医学が1部屋だいたい 4,5 人ぐらいいて、残りが全員スポーツ健康科学部の1年生となっております。なるほどね。じゃあ医学部とスポカなんですね。そうですね。はあ、なるほど。でもまあそこでちょっと他の大学にはない他学部との交流っていうのが生まれるわけですよね。そうですね。もう本当に高校までで全然関わりなんか全くなかったような人たちとスポサトになって、それこそもう日本代表クラスの人もちょいちょいいるようなところなので。なるほどなるほど。他の医学部ではまず絶対味わえない、ね、順天堂ならではの生活ですよね。間違いないです。ああ、なるほど。女子との交流はどうなんですか？建物は違えど同じ敷地内にいたらカップルとかもできると思う。そうですね。入学してすぐの6月に寮祭がありまして、でその寮祭ではダンペアと呼ばれるダンスのペアを基本的には男女で組んで踊るという謎の風習があるんですけれども、はい、ただもちろん男子の方が人数が多いのでどうしてもあぶれてしまう人がいると、はい、なのでみんなあぶれないように全力で女子のダンペアを探しに行きます。なるほど。そこでコミュニケーションが生まれて仲良くなったりとかっていうことなんですかね。そうですね。ちなみにその寮生活の中、お互いの寮を男女が行き来するのはこれは NG？ あ、できません。あ、できない。これは表向きできない、それとも隠れてやってるやつは？出しでできません。あ、できないんだ。女子寮が新しくなって、うんうん、それまではその一つの大きい建物の中でもう男子寮と女子寮は別々の棟で立っていて、はい、一応一箇所で繋がってはいる、そうではしないんですけど、繋がっているという状態だったんですけれども、新しい女子寮がすっごい綺麗な寮ができて、なのでもう完全に分離された上に女子寮のセキュリティがめちゃめちゃ厳しいと聞いているので多分無理だと思いますね。なるほど。それはやっぱ違反するとちょっとまあ怒られちゃったりとかするわけなんですね。まず多分違反できないの。ああ、なるほど。なので基本的に通称 JD 順天堂デートと言われるような、その真夜中のキャンパス内を散歩するというデートが主流になってくるかなと。ちょっとなるほど。年頃の男女ですから、まあ、おしゃべりしたいなと思う時はあるわけで、それはけどお互いの部屋には行き来できないから敷地内で落ち合っておしゃべりしてっていう感じなんですかね。そうですね。ああ、なるほど。で土日は一緒に外に出て遊びに行くことはできるよ。それは大丈夫です。なるほどなるほど。みんなどうなんですか、土日は施設に残るんですか、それとも実家帰ったりとか遊び行ったりするんですか？でも首都圏のまあ近郊の人たちはもうほとんど実家に帰ると言ってもいいんじゃないですかね。ああ、なるほどね。あんまり土日やることもないですからね。そうですね。男子寮だともう本当に一日中寝て過ごすか一日中ゲームして過ごすかしかないのでなるほど。じゃあもうね、疲れた受験生活を癒すには十分すぎるほどの暇な寮生活なんですね。そうですね。もうすごい1年間好きなことをやって楽しめるのでいいと思いますじゃああんまりその寮生活に関してマイナスイメージを抱く必要はほとんどないかなと。まあ男子寮が少し強くなれる場所だと思いますあ、なるほど。こんな面で、まあ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 、なんかこれは察してくださいってことなんですね。そうですね。ちなみに僕虫苦手なんですけど、いけます？部屋に虫得意な人いたら大丈夫そういうことなんですかつまり虫は出るっていうことですね。まあまあまあ、そうですね。まあそもそもその京成止水の駅から寮までの間単語道でほぼ一本道なんですけど、まあ、と夜中ゲコゲコ寮隣でカエルが鳴いてる声が聞こえるような中なので。マジっすか。ドト会から来ちゃった人からすると結構カルチャーショックですよね、多分。そうですね。こんなところもあるんだなという気分で楽しんでいただければいいかなと思いますじゃあ寮生活に関してはやっぱり先生としてはまあ面白かったなとかいい思い出として残っている。そうですね。そもそもあと大学入るとき寮とか関係なしに大学入るときって友達できるかどうかってすごい不安だと思うんですけど、うんうんうん、その寮生活だともう強制的に知り合えるので。なるほど。なので、ね、友達は絶対にできます
丈夫ですね、まあ、安心してください。ああ、なるほどね。だから学校側がまあ用意してくれた、もう本当友達作るシステムみたいな感じだと思ってもいいぐらいですね。そうですね、確かにね、いきなり順天堂、まあ、お茶の水行っちゃうと、もう本当にまあ席近い人としか仲良くならなかったりとか、まあそうなっちゃいますもんね。やっぱりそうですね。で、まあ学年が上がってくるとグループも固まってきちゃって、そこからグループがこう入り乱れるってあんまりないですから。そうですね、最初に一回こうね、フラットな状態で大勢でね、まあ一つのグループで過ごせるっていうのは結構大きいかもしれないですね。なるほど。いや、寮生活ちょっとね、知りたかったですけど、ありがとうございます。はい。